パーソナルジムフューチャーボディジム代表でボディービルダーの北井大悟さんが19日に死去したことが分かった。実刑で株式会社北井辞書代表取締役、北井高秀氏や交際していたフィットネスモデル麗華が伝えた。写真、交際していた麗華、大悟さんとのツーショットで追悼大悟さんはフューチャーボディジム代表のほかボディービル連盟、WBTF ジャパン代表、 WBPF 東アジア地区副総裁を務めるなど尽力2010.2011ノンプレイヤーキャラクターマッスルコンテストら優勝2019アブフアジア選手権3位 2019WBPF 世界選手権3位 2024WBPF 世界マスターズ4位など数多くの大会で受賞歴がある今月4日自身のインスタグラムで 今年1月入院して20キロ近く痩せてしまいましたと入院していたことを明かしていたが、8月に出場した大会で優勝を飾っていた。兄の高秀氏は、X を通じ、突然のご報告失礼いたします。弟の期待第5が8月19日、永眠いたしましたと報告。ご存知の方も多いかと思いますが、弟はボディビルに障害を費やした人生でした。皆様の応援、 大変ありがとうございました。取り急ぎご報告させていただきますとした。交際していた元五輪特別強化指定選手でフィットネスモデルのレイカは、かねてよりお付き合いしておりました期待第後ですが、令和6年8月19日0時25分52歳にてエミにいたしましたと報告。最後の最後までボリビル一筋の人生でした。強くて優しくて誠実で真面目で穏やかで可愛くてかっこいい彼でした。 たくさんの方々に慕われて愛されてました、とし、亡くなる数時間前までは普通に一緒にお出かけもでき、最後も会えて話せて見とれてよかったですと解雇。今の私の成長は彼あってこそです。感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。7年半ありがとうと感謝の思いを込めた。